お世話になっておりますマサルです。今回は SSH のノンホストについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。初めて SSH でサーバーに接続したとき、サーバーの公開鍵情報、ホスト鍵が自動的に保存されます。次回以降に同じサーバーへ接続する際に成りすましでないことを確認するためにこの情報を使います。このサーバーの公開鍵情報が保存されるファイルはどれでしょうか。 1. エトセ SSH SSH コンフィグ 2. SSH ノンホスト 3. SSH ID RSA パブ 4. ETC パスワード。どれが正解でしょうか。正解はこちらです。2番の SSH ノンホストです。正解できましたか。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは今回は SSH のノンホストについて勉強していきます。その前に少しだけ SSH について思い出しておきましょう。 SSH とはセキュアシェルの略ですね。離れた場所にあるコンピューターに安全に接続して操作をするための仕組みでした。 SSH を使うと通信内容が暗号化されるので、通信経路中に悪意のある第三者がいたとしてもやり取りをしているデータが盗み見されることはありません。ただしこれだけで安全な通信と言えるのでしょうか。通信経路中のデータを暗号化して安全にやり取りできていたとしても、もしかしたら接続先が成りすましをされている可能性があります。成りすました SSH サーバーに接続して情報を送ってしまったら情報が盗まれてしまいますよね。なので SSH 接続をするときには本当に接続先が正しいかどうかも確認することができるようになっています。ちなみにこのように通信相手が誰であるかを確認することを認証と言います。今回は SSH クライアントが接続先のサーバーをどうやって認証するのかについてお話しします。そしてその時に利用されるのが今回のテーマ、 SSH のノンホストというファイルです。このファイルには過去に接続したサーバーの公開鍵の情報が記録されています。このファイルを利用することによって接続先のサーバーの成りすましを防ぐことができます。ちょっと言葉だけだとイメージしにくいと思うので、実際の操作画面と合わせて説明していきます。それでは SSH 接続に関する設定は全て準備ができている前提でお話を進めていきます。SSH クライアントが接続をしようとしています。ただその前に SSH クライアントは接続先の情報を入手しようとしています。 SSH クライアントは SSH サーバーを管理している管理者に対して接続先の公開鍵の情報を求めます。公開鍵の情報は指紋のようなものだと思ってください。このサーバーが使う指紋の情報ですね。では管理者がどのように SSH サーバーの指紋を出すのか見てみましょう。右側の画面が SSH サーバーの操作画面だと思ってください。それでは SSH サーバーの指紋の情報を調べてみましょう。こちらが SSH サーバーの指紋の情報です。この情報を事前に管理者から教えてもらいます。ちなみに指紋を出すためのコマンドは現時点では覚える必要はありません。なので接続先のクライアントは管理者からこのサーバーの指紋は末尾 AHA8 が指紋だよという情報を教えてもらっている状態ですね。では接続先の指紋の情報を教えてもらいました。接続先の指紋の情報を知っているので、もし接続してきた時にこの指紋の情報が送られてきたら接続先は間違いないと判断することができるということですね。では改めて SSH 接続してみたいと思います。 SSH マサルアットマーク対象のサーバーの IP アドレスですね。それでは接続します。接続してみるとこのように末尾 AHA8
事前に教えてもらった指紋の情報と同じ情報が返ってきてますね。つまりこのサーバーは接続したい正規のサーバーであるということが確認できました。この指紋の情報を信頼して接続したいんだったらイエスと押してくださいねと書いているのでイエスと入力しておきましょう。イエスと入力するとノンホストに追加されましたよのようなメッセージが出てますね。ではノンホストにどのような情報が追加されたのか確認してみたいと思います。現在どういう状況かというと、接続してきたサーバーから私の指紋はこれですよという情報が来て、管理者から教えてもらった指紋と一致している状態です。なのでこのサーバーの指紋は信頼できる指紋としてノンホストに記載しておこうという状態ですね。ではノンホストにどのような情報が記載されているのか確認してみたいと思います。それではキャットコマンドを使って SSH 配下のノンホストのファイルを確認してみましょう。このように接続先のサーバーに対する指紋の情報がいろいろと管理されていることがわかりますね。このようにノンホストで指紋の情報を管理すると何がいいかというと、2回目以降の接続でその効果が出てきます。2回目以降接続するときには同じように指紋が送られてきますが、すでにノンホストに書いている指紋情報と一致した場合は確認なしで接続することができます。その分作業効率が上がるということですね。実際に2回目の接続をしてみたいと思います。ノンホストに情報がある状態でもう一度同じように対象のサーバーに接続してみましょう。接続します。はい、先ほどは指紋の情報が出てきましたが、今回はそのような指紋の情報が出てきていません。なぜならノンホストにすでに情報があるので信頼できると判断しているからです。ということで今回はノンホストの役割についてお話ししました。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティに参加して一緒に勉強しましょう。ご参加お待ちしています。それでは今回の復習をやって終わりにしましょう。今回はノンホストについて一緒に勉強しました。問題はこちらです。初めて SSH でサーバーに接続したとき、サーバーの公開鍵の情報、ホスト鍵が自動的に保存されます。次回以降に同じサーバーへ接続する際になりすましでないことを確認するためにこの情報を使います。このサーバーの公開鍵情報が保存されているファイルはどれでしょうか。正解は2番、 SSH 配下にあるノンホストでしたね。ノンホストの中に接続先の SSH サーバーの情報が記録されていれば、2回目以降の接続で指紋の情報が送られてきた際にノンホストと比較して信頼できるかどうかを確認することができます。逆に2回目以降の接続なのに、このサーバーの指紋を信頼しますかのようなメッセージが出てきたということは、なりすましされている可能性があるので注意が必要ということですね。皆さんが接続するときには接続先のサーバーがなりすましでないかどうか、しっかり認証の仕組みを理解して判断してみてください。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。最後にお知らせです。私が書いた Linux 1冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習に役立ててください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。